洞窟の奥でフィニックスは神殿を見つけた。アフロディーテへの深い愛が捧げられた神殿だ。この捧げ物は誰の？よく言うだろ、激痛なくして芸術なしって。手ごとよ、その詩を我に聞かせたまえ。あまたの発明の父よ、偉大なるひらめきを世界へもたらす者よ、ヘパイストスの英知が繁栄を導かんことを。あいつはいろいろと作ってくれた。今もマッサージ付きの玉座を待っているのだがな。ここ戦場みたい。それか墓場ね。
手軽ね。この世界から神の欠陥を取り除くのだ。門のほど近く、テュポンの襲撃を経て残された瓦礫の上に、フィニクスはまだ使えそうなオートマタの手を見つけた。よし。
ったところで、トロイア戦争でのアレスとの戦いについて意見を聞かせてよ。何を言えと？圧勝だ。いい勝負とも言えん。公正な戦いじゃなかったって言われるんじゃない？確かに。私がまた子供に変われば公正か？ヘパイスタスが仕事を再開したら、すぐにテュポンと戦う装備を揃えてくれるよね。どうかな。え？どうして？だって火事と発明と火の神でしょ。ヘパイストスは口数が多い方じゃない。仕事で感情を表現するのだ。こちらから何かを作れということはできない。彼はただ作るだけなのだ。前にテティスって女神が息子のために鎧を頼んだんだよ。でヘパイストスはその子のふくらはぎの筋肉が気に入ったから、そこを見せたいと思った。だから鎧の足を覆う部分の裏側を取っちゃったんだ。不運にもそれがアキレス。でもほら、芸術は意のままにできないからね。ねえフィニックス、夫のヘパイストスに会ったのよね。これは内緒なんだけど、テュポンに姿を変えられた時、私は彼の新しい姿が気に入ったの。ああ、ギリシャの神がイギリス風になったしな。産業革命的な趣があったわ。その産業とかいうの何？あと2000年くらい待ってて。とても大きなものよ。誰もが経験する。あなたもちゃんと適応するわ。2000年後って生きてすらいないんじゃないかな。